こんにちは、クリッカーなつねこです。リアにエンジンを積むユニークなパッケージングのコンパクトカールノートゥイングのマイナーチェンジ情報はすでに1月に発表されていましたが、ついに本国でのグレード構成と価格が発表されました。ユーロ126円で計算すると、新型トゥイングの価格帯は143万円から223万円となります。マイナーチェンジ前の日本仕様は177万円から239万円という価格帯ですが、果たして日本仕様のプライスゾーンはどうなるのでしょうか。なお、新しいトゥインゴには 998cc の3気筒 NA ガソリンと 898cc の3気筒ガソリンターボが用意されています。 NA エンジンには5速マニュアルトランスミッションが、ターボにはマニュアルトランスミッションと6速 DCT が設定されるというラインナップです。また NA エンジンの最高出力は 54kW と 48kW の2種類、ターボエンジンは 68kW の最高出力です。なお、最上級グレードとなるルコックスポルティフ LE にはオートエアコン、ボディサイドのモールディング、16インチアルミホイールなどが備わります。日本では月版2桁の規模となっているトゥインゴですが、マイナーチェンジ版の導入が期待されます。